え、鼻がボロボロになってるじゃない。うん、ボロボロだ。うん、困ったわね。どうしたんですか、リュウコさん。私たち食虫植物部になかなか新しい部員さん入ってくれないのはなんでなのかと考えてたのよ。ああ、それは悩ましい問題ですね。時々私も私たちの食虫植物部の動画とか見てもらって勧誘してるんですけど、なぜか皆さん動画を見た瞬間スタスタと逃げるようにその場から離れていくんですよね。え、本当に？やっぱり一般的には食虫植物って気持ち悪いイメージを持たれてしまうのかしら。ちなみにどんな動画を見せてみたの？私たちの動画でも神回と名高いウツボカズラ飯やウツボカズラチョコ、ウツボカズラアイスの回なんかを見せて回ってみたのですが、はい、原因それよ。なんで食虫植物部に誰も興味を示さないのか、これでようやく理由が分かったわ。あんなゲテモノ回ばかり見せてたら逃げられて当然でしょ。ゲテモノ、ひどい。それはあんまりです。それが原因だったとしてもやっぱり食虫植物って言うと怖いイメージがあるから、それを払拭する動画も作ってみるのもいいと思うのよ。確かにそれはいいアイディアかもですけど、何かそういう食虫植物のイメージを払拭できそうなネタってないかしら。あ、じゃあそれならこれはどうでしょうか。食虫植物、モウセンゴケの中でも特に小さくて可愛い種類のピグミードロセラです。ピグミードロセラ、確かに見た目が小さくて可愛くてキラキラしてて一般的な食虫植物のイメージとはかけ離れてるけど、でも確か去年もちょっと動画で紹介してたわよね。まあまあ慌てないでください。改めてこのピグミードロセラについて説明すると、主にオーストラリア南西部に自生してるネバネバ式で虫を捕らえるモウセンゴケの仲間の食虫植物です。栽培も簡単な部類で、雨の当たらない軒下とか室内の窓辺とか日当たりの良い場所で一年中腰水で栽培できます。寒さにも丈夫で凍らなければ問題なく冬越しできます。ムカゴと呼ばれる緑色の小さな粒を作って大量に増殖するし、入手方法はネットオークションなどでそのムカゴがワンコインくらいの値段でお安く販売されてたりするので、そのムカゴをピートモスか小粒の鹿沼土などに撒いて腰水で放置しておけば芽が出てすぐに大きくなります。わわ、可愛い上に安くて育てるのも簡単なんて、なんていいこと尽くしの食虫植物なのかしら。リュウコさん、さすがにリアクションが白々しいですよ。新しい部員さんに入ってもらうにはある程度盛り上げないと。ふふ、大丈夫。今回の見どころはこのピグミードロセラさん自体じゃなくてこちらです。え、お花が咲いてる。つい先日ピグミードロセラさんが鮮やかで綺麗なお花を咲かせていました。こんなに綺麗な花を咲かせるの？食虫植物の花とはとても見えないわよ。そうでしょ。今までも可愛いお花を咲かせる食虫植物はいくつか紹介してきたけど、私的にはこのお花特にお気に入りです。右側のオレンジ色のお花、この色の食虫植物のお花は初めて見たわ。ピンク色とか白とかはよく見るけどオレンジはあまり聞かないね。私もこの色のお花は初めて見ました。それにピグミードロセラの大きさに比べてお花がすごく大きくない？ピグミードロセラさんの体の大きさとほぼ同じくらいのサイズの花だね。こんなに小さいのに大きくて美しい花を一生懸命咲かせてる姿、皆さんどう思いますか？小さいのに背が高くなりたくてサイズの大きいお洋服を買うからいつもブカブカで肩が出てずれちゃうネアちゃんみたいで可愛いですね。いないところで名前出されていじられるネアちゃん、お気の毒に。っていうかそんな理由でいつも服姿なの？でも思ったんだけど、小さいとはいえモウセンゴケのお花に寄ってくる虫さんって命がけよね。だってお花にうまく着地できなかったり足を滑らせたら下はネバネバ地獄なんですもの。食虫植物の花に寄ってくる虫さんは一歩間違えたら食べられちゃうからかなりリスキーではあるね。しかもよく見て、花の茎の部分にも粘液がついてる。え、補充用だけじゃなくお花を支える花茎からもネバネバの粘液を分泌するの？私もこれは知らなかった。これじゃあ花茎に止まってもネバネバに絡め取られてしまいそうで、より一層危険度が増しますね。見た目は可愛いお花だけど、それだけでは終わらない奥深さを持ってるって感じね。それが食虫植物の魅力の一つです。ちなみにこれはプルチェラという種類のピグミードロセラなのですが、個体や種類によっては色や形も違うお花だったりするようです。こっちはまた別のピグミードロセラさん、この子もお花を咲かせていましたが、こっちは白くてすごい小さいお花でした。あら、さっきのとは色も形も違うわね。わ、それにこの花はなんか匂いがする。まさにこれは菜の花の匂いね。
さっきのはあまり匂いはしなかったのですが、この子の鼻は小さいのにちょっと離れてても菜の花の香りが漂ってきます。同じピグミードロセラでも花にもバリエーションがあって可愛いし、これは食虫植物に興味ない方にもアプローチできるかもしれないわね。でもこのドロセラさんのお花が咲いてる時間がすごく短いんですよ。日中の間数時間くらい咲いてしぼんでしまうので、平日だと学校やお仕事に行ってて見れなかったり、咲いてるところを見れるのは少しレアかもしれません。別々のピグミードロセラさんが咲いてるということは交配とかもできるのかしら。どうなんだろう。ピグミードロセラさんの交配はやったことないけど、せっかくだからダメ元で試しにやってみます。え、花がボロボロになってるじゃない。うん、ボロボロだ。多分成功する可能性は限りなく低いですが、低くちゃダメでしょ。万が一成功して忘れてなかったら、結果を動画にしてみようと思います。もうそれ動画にする可能性ほぼゼロじゃない。いや、それにしてもこれでみんな食虫植物に少しでも興味持って食虫植物部に入ってくれたらいいですね。少なくともフスカさんの料理研究会動画より数倍良いと思うわ。視聴者の皆さんは私たちのチャンネル登録したらもう私たち食虫植物部員さん同様なので、まだの方はぜひチャンネル登録して入部してくださいね。あとベルマークを押して通知設定も忘れずにお願いします。面白いと思ったらグッドボタン、コメントどしどしお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。